Aloha, welcome to Hawaii Tokai International College. I am Chancellor Awakuni. We're proud to introduce you to our beautiful home, Hawaii, and Hawaii Tokai International College. Aloha, my name is Nanako Suzuki from Shizuoka, Japan. I hope you enjoy this video. Mahalo. Hello and aloha. My name is Kaito Nasiji from the island of Maui. I'm also a student at Hawaii Tokai International College. I hope you enjoy the video as well. Aloha. ハワイ東海インターナショナルカレッジは、東海大学の海外教育機関として1992年に設立されました。人間、社会、自然、歴史、世界に対する幅広い視野を持ち、人生の基盤となる思想を培い、世界平和に貢献するグローバル市民を育てることを使命とし、日本とアメリカの間にある太平洋のど真ん中に位置するハワイにて、世界に羽ばたくための入り口として開校しました。Why are you interested in doing study abroad? Studying abroad is a global phenomenon. Many students crossing countries, continents, and oceans are getting the best education possible. たくさんあるメリットから6つの訳を挙げてみました。1. 語学力を身につける。2. 視野、知識を広げる。3. 将来の可能性を広げる。4. 世界中の友達を作る。5. 困難を乗り越える。6. 自立する。Why are you choosing Hawaii Tokai International College? では、ハワイ東海での学生生活について、3つの特徴をこれから見てみましょう。1. ハワイの留学ライフ 2. 少人数教育 3. 卒業後の4年制大学への編入率 By the way, where is Hawaii Tokai located? ハワイ東海はハワイ諸島のオアフ島にあり、観光で有名なワイキキから車で45分、島西側にあるカポレイ市にあります。カポレイ市はホノルル市に次ぐ第二の都市として開発が進んでいます。現在、モノレールを建設中で、予定完成後にはカポレイ市からアラモアナショッピングセンターまでレールを利用することができるそうです。ここでハワイ東海キャンパスの紹介です。キャンパスはハワイ州の州立大学であるハワイ大学ウェストハウコーキャンパスに隣接し、各施設は3つの建物に分かれています。8には事務室、教員のオフィス、教室、ラーニングセンターがあり、B 棟は学生寮になります。C 棟は学行事を行う松前達郎講堂です。キャンパスは24時間体制でセキュリティスタッフがおり、 Wi-Fi 設備も完備されています。各教室にはスライド式ホワイトボード、またビデオディスプレイなど最新の設備が整っております。ラーニングセンターと呼ばれる図書室では、放課後チューターによる個別指導を受けることができます。学生寮は計76部屋あり、4人部屋と2人部屋があり、1階男子フロア、2階女子フロアとなります。ただし、1階ランドリールーム、2階ダイニングルームとラウンジは男女共有スペースとなります。学生寮に住む学生たちは、ハワイ大学ウエストオアフ校にあるカフェテリアにて食事をとります。Here we can see the entire campus and facility of University of Hawaii, West Oahu, and Hawaii Tokai International College together. ハワイ東海の学生はカフェテリアだけではなく、ハワイ大学の図書館も利用できます。ハワイ大学とハワイ東海の学生間では、スポーツイベントなどの交流も行われています。Here are some pictures of UH West Oahu Cafeteria where Hawaii Tokai students and UH students are sharing. Well, what is the student campus life like? では、学生たちのキャンパスライフの様子を見てみましょう。キャンパスでは、学生たちはクラブを作り、
それぞれのクラブ活動を楽しんだり、学生会が企画するバーベキュースポーツデー、ムービーナイト等のイベントを楽しんだりしています。キャンパス外でもボランティア活動に参加をするなど、コミュニティ貢献を行っている学生たちもいます。What kinds of places are there around Hawaii Tokai campus? キャンパスから車、市バスで15分かからないところに、レストラン、スーパーマーケット、ショッピングセンター等があります。Let's watch our student H's video. He's really enjoying his life in Hawaii.彼だけでなく、たくさんのホワイト会の学生はホワイライフを楽しんでいます。次に、2つ目に挙げられるハワイ東海の特徴は、少人数クラスを徹底していることです。1クラスの学生数は最大で18名。1クラスの平均学生数は10から13名となり、学生一人一人へ教授たちの細やかな指導が行き届きます。少人数制クラスの他に、ホワイト会では4学期制を実施しております。アメリカの大学の多くは秋学期と春学期の2学期制です。これにより入学や卒業するタイミングも年間4回あります。ハワイ東海で1学期に取る単位数は、年間2学期制の学生が1学期に取る単位数と同様のため、一般の短期大学生が2年間に取得する単位数を1年と3ヶ月間で取得できます。ホワイト東海での教育プログラムは2つに分かれています。 College Preparatory Program と Liberal Arts Program です。College Preparatory Program は予科と呼ばれ、単位を習得する本科への準備を目標に英語を集中的に学ぶプログラムです。予科ではクラスが5レベルに分けられ授業が行われています。入学時にクラス分けテストを受けて、各学生の英語レベルに合った所定のレベルから新学期をスタートします。また各レベルでアメリカの歴史、地球科学や社会学等本科学習に必要な学科の基礎知識を英語で学習します。予科の場合、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日は5次元の授業スケジュールとなり、朝9時から1限目がスタートし、午後3時40分に5次元目が終了する日程となります。水曜日は課外授業、Class Without Walls となり、各レベルでフィールドトリップを実施し、リサーチするユニークなカリキュラムを提供しております。レベル進級は各学期の成績により1学期ごとに進級します。レベル5を所定の成績で終了後、本科へ進級します。Liberal Arts Program ではアメリカの短期大学学士号を習得するコースとなり、一般教養科目を受講します。教養科目には語学文学、芸術人文学、数学科学、社会科学、その他が含まれます。3つの進学プランがあり、各プランによってどのクラスを受けるか決まります。
どのプランでも卒業には60単位必要です。3つ目の特徴として、ハワイ東海の卒業生の8割以上が4年生大学へ編入していることです。全米の短大、ハワイ州の短大とハワイ東海の編入率を比較すると、全米の短大編入率の平均は 29.3%、ハワイ州短大編入率は 18% となり、8割を超える本校の編入率はダントツに高いことが挙げられます。実績として、2013年から2019年の間、314名の進路を調べると、81% にあたる257名のうち、アメリカ本土の4年生大学へ編入した学生は56名、ハワイ州の4年生大学へ編入した学生は72名、日本の4年生大学へ編入した学生は125名、また、オーストラリア、イギリス、韓国の大学へ編入した学生は4名となります。ちなみに、編入学の仕組みですが、ハワイ東海インターナショナルカレッジの本科を卒業すると、4年生大学の3年次へ編入することが可能です。例えば、本科卒業後、日本の東海大学へ編入する場合、ハワイ東海で取得した60単位を全て東海大学に移動し、3年次から4年次での残りの単位を取得し、4年生の学位を修了します。詳しい情報や最新のホワイト会の様子は私たちのウェブサイトや Facebook を check it out! Okay! If you come to Hawaii Tokai, you will be studying in a multicultural environment unlike any place in the United States. We would be honored if you decided to come. Our mission is to ensure you achieve your academic goals. Thank you! Mahalo! ありがとう! We hope to see you soon!